はい、皆さんこんにちは、ラブアーティストシンです。今すごく暑い夏なんですが、この夏を過ぎれば次にやってくるのは秋です。この秋というのは何のシーズンですか、皆さん。そう、結婚式でしょう。その結婚式につけていくコサージ、結婚式で女性の和装ってすごく素敵じゃないですか。だからね、皆さんにこう和装で行ってもらいたい願望はあります、たくさんね。その和装で似合うコサージを作っていきたいと思います。もうこのコサージつけてったらみんなに見られます。なのでぜひね、最後までご視聴ください。では早速行ってみましょう、どうぞ。はい、では始めていきたいと思います。今日はね、小さい、コサージは小さいから、ちょっとこう引きはね、引きはこうグッと引いてますから、僕なんか全然つんです。まず今日使うのはこの紅葉の七かまどの葉っぱですね。そして紅葉の七かまどの実、それからこれはリモニウムのハイブリッドタイプですね。ハイブリッドチスと言われてるやつです。キノブランのとかの種類ですね。それにこれがウロリオサの仲間ですね。で、ここで気をつけたいのが、まあ、今回この紅葉を使っていくんですけど、紅葉ってね、まあ、こういう紅葉ってすごい綺麗じゃないですか。ね、綺麗ですよね。だけどね、これね、全然持たないんですよ、この色までなると。なので、まあ、このくらいの色で、まあ、最高でこのくらいの色、これとこれの違いって、まあ、見れば一目瞭然ですね。ここまで赤くなると多分すぐ蒸散するとか、すぐチャリチャリになっちゃうんです、葉っぱがね。なのでこのくらいの色で抑えていきましょう。ではまず準備をしていきます。だいたいこう24番ワイヤーを、まあ、半分ぐらいにこうカットしますね。そしたら、まあ、この紅葉、まず紅葉をワイヤリングします。で、これもあんまり、まあ、皆さん緻密にやっていく方もいますけど、そんなにね、あんなに緻密に神経使うことは僕はないと思います。軽くこう一回転させて、こういう状態ですね。こういうふうに一回転させて、それでそのままこう下に戻し、少し巻きながら戻しましょう。こうやってね、こういう状態です。こういう状態を作ります。ここ下の葉っぱを少しこう取って、ここ巻くときはゆっくりこうゆっくり巻いて下に下ろす。早くやると茎が折れます。そしたら次に、このリモニウムを、少しこう枝を外していきますね。このように枝を外していきます。で、リモニウムの場合はこれわざわざこれワイヤリングする人いるんですけど、はっきり言ってやる意味ないので、やらないでこのまま使っていきます。これが僕流です。はい、次にこの七かまどの実ですね。これは少しこう実をこう集めて、こういう状態にしてワイヤリングしていきます。ここの根元のところをやっぱぐるっとワイヤーで巻いて、でこう巻くとこのように実が集まった状態になりますね。こういうパーツを作っていきます。はい、次にこのグロリオサを使います。このグロリオサは割とここの花粉ですね、これが洋服につくので、これは完全に先に外しておきましょう。このグロリオサはこの24番ワイヤーをこのグロリオサの根元のところに軽く刺します。この根元のところですね、ユリの根元のところに
にここに軽く刺しますね。そしたらこのまんまワイヤーを少しこう絡めていきますね。こういう状態ですね。はい、これでパーツがね揃いました。そしたら、このパーツをすべてこのフローラーテープでステムの部分を巻いていきます。ただ先ほど言ったこのリモニウムに関しては巻く必要はありません。フローラーテープを伸ばしながらこのように このようなパーツを作っていきます。はい、こちらでコサージュの準備が揃いました。ではね、これから組み上げていきましょう。ぜひ皆様のチャンネル登録を募集しております。スマートフォン、タブレットでご覧の方は説明欄からチャンネル登録をよろしくお願いします。次回も楽しみにしていてください。